立浪龍が大ピンチだ。中日は28日の阪神戦甲子園で、延長11回に3対4のサヨナラ負けを喫して5連敗。借金は今季最多の11となり、最下位に転落した。OB で本誌評論家の宇野勝氏は、セリーグは抜けたチームはない。一番上は難しいけど3位までならまだ十分チャンスはある、と見ている。宇野氏が気にしているのが代打として起用されている中島の状態だ。開幕からここまで13打数無安打。それだけに宇野氏は実績のある選手だが、今の状態では本人も精神的に苦しいだろう。一軍で起用するならファームで打って、自信をつけてからの方がいいと二軍での再調整を進めた。そりゃそう、てか当たり前よ。中島にはもう一度二軍できちんと調整して復活してほしいわ。あの人の致命的な問題は無駄にプライドが高いんよ。それでかつ頑固なところがあるから。ここまで打てない中島を一軍に送り言うって、契約の中に何かそれらしい約束があるんやろね。普通のことを言ってるだけなのに超有能に見えるトリック。開幕からこういうの言ってくれてたら、A クラス争いの輪には入れてたんよな。普通にみんなそう思ってるんだよな。思ってないの立浪と片岡だけだわ。宇野勝にはマジでドラゴンズの中に入ってほしい。ここから急遽の監督にしたら5勝は増えそう。マジで普通はこういう考えなるよな。首脳陣で誰もこの考え持ってないのか。この声が届いてほしいな。中島には頑張れとしか言いようがないな。記者も未だに固執して使う理由を聞いてくれよ。タブー中のタブーに触れたな。って言いたいけど当たり前すぎるんだよな。代打ならビシエドでええねん。それと若手石川を我慢強く使い続けた方がいい。立浪のコメントを見てると、どうも中島は降格になりそうな雰囲気がないな。石川高也育てないと来年も打線に苦しむぞ。宇野さん至極当然のこと言ってるだけやん。俺たち全員わかってるよ。普通の人ならそういう考えよな。頼むでほんまに。